その英語の文がなんかクラスで調査した人気のあるストリーマーですね。あのスポーツ選手、アスリート、アスリート、アスリート、そうでさ、あの2番目のさ問題でさ、この本文の中で紹介されてないアスリートの絵を1枚選びなさいって出てきたんで、写真が。でもさ、さ、アスリートのさ、名前と顔が一致しないもんやでさ、誰が誰か分からんってさ。え、それ実際の人物だ。うん。大谷翔平だったし、大坂なおみもおったし、錦織圭もおったし、羽生結弦もおった。うん。で？いや、違うんで、分かる人分かるんって。ただ、あの、なんか知らん人が。誰やねん、その人。卓球の人知らんかった、あの女の人、誰やろ。今卓球で有名な人だったら昔の人じゃないの？分からへんって。福原さんじゃないの？誰それ。もぐもぐタイムの写真カーリング。あやはやチャンネル。聞けないよ。ガシで聞けてないよ、もったいない。もう冷たい。なんでスピーカーつけんの？俺が買ってきたもの、あさるんだ。ちょうだい。何を？あれ、チーズ買ったらやら美味しい。パパにだ。え、さけるチーズ食べれるの？食べれるよ。食べられるよ。どうぞ。違う人の話。走って。走って。食べ方知っとんの、かんちゃん。あら、半分こしよう。あ、あやまじ。3人で分けよう。あら、あら、3等分しよう、かんちゃん。いいよ。貸してかんちゃん。ほら、待って、開ける。どうやった？うち独り占めできます。うん。うん？食べ比べ。一瞬目開けてまた閉じるで見てくれる？地球が。これです。これです。カノです。今日は。今日は。はい、お昼寝どうでした、あやさん？まだ寝てる。はい、久しぶりに業務スーパーへやってきました。お菓子？あ、業務スーパー、お菓子じゃないんじゃなくて、ママがどうしても買いたいものがあるので、パパもなんですけど、せっかくなのであなたたちにも何か欲しいもの一つずつ買おうと思います。イエーイ。え、おもちゃだし、うん、おもちゃはないかな。そうそう、業務スーパーにあると思うか。あの、すいません、あの業務スーパー内に入っている100均でおもちゃを買うっていうのはなしで。じゃあお菓子ならいいってこと？あ、食べ物で。あやさん、なんか食べたいものありますか？ある、ありまくる、ありまくる。ある。見てみてわからんと、うん、レッツーゴー。買ったことがあります。チョコまみれって、あれガトーショコラ。無理にゃ。うん。うん。プチ無理欲しいけどいらないよ。パパは？あなたのヒップクリームですよ。あ、本当や。もうあるからチンして焼くだけやろ。チンするだけなの？うん、チンっていうか、オーブントースター、オーブンで、うん、はい、戻ってきました。はい、じゃあ、誰から行く？僕から。僕から、はい、はやから、どうぞ。たこ焼き1kg。 はい、冷凍たこ焼き、好きな時に好きな量だけ食べれるやつ。はい、いくらだったでしょうか？636円ぐらい。はい、638円です。値違い。はい、大切に食べてください。はい。チンした時に私2つ欲しいとか言って言うとやってくれる。はい、じゃあ次。誰？どっち？せーの。じゃん。ねえ、姉ちゃん冷凍みかん選ぶの？うん。難しい。冷凍みかんです。これね、あやさんもっと何買おうとしてたんだっけ？クッキー。クッキーをね、買おうとしてて、でもそれってオーブンかなんかでチンしないといけないんだよね。まあ、非常にめんどくさいと。はいね、冷凍みかんは袋を開けて解凍するだけと。まあでも解凍する時間がなんかちょっと嫌だなと言いつつ、今回冷凍みかんを購入しました。はい、じゃあ次、かのさん。キットカット。はい、キットカットです。かのさんも悩みまくってこれにしました。ただ、業務スーパーじゃなくても買えるかなっていうちょっとオチがあります。ツル作れるんや。ああ、後ろにね、紙あります。はい、じゃあパパの行きます。パパが買ったやつ。
せーの。はい、こちら。あ、チャーハン。これが、何個だ？全部で6個あります。はい、6個ですね。あ、こちらのように。はい。じゃあ、次、定番のやつありますね。あ、はい。ラザニアです。はい。こちらね、来るとよく買います。パパがどうしても欲しかったやつです。これを買いに行こう、これを買いに行こうってずっと言ってて、ようやく買いに来ました。はい。まあ、こちらですね、多分。大根おろし。大根おろし。あの、大根買ってきておろせばいいだけなんですけど、めんどくさい人用のやつですね。キロはどうなったのこれ。おろしたの本当にして。そうそう。おろして置いてあるから、解凍させて好きな分。大根買った方が安くない、ね、うちにも大根買った方が安いですけど、すりおろす時間とか考えると、ちょっと解凍させて、一口大かなんかに切っといて、使うのかな。年末からずっとね、欲しい欲しいって言って、普通のスーパーに売ってないんですよ、大根おろしって。玉ねぎの細かく切ったの売ってるんですけど、大根はないってことで、今回購入しました。で、ママが買ったものです。おばあちゃんもよく食べます。そら豆。これね、味付けて炊いとくとね、楽なんですよ。非常食として。はい、ということで、まあ、あとは家帰って食べましょう。バイバイ。バイバイ。なあ！もう少し切れば。え、待ってろ。これ一個ちょうだい。うん。一個ちょうだい。はい、じゃあ。その一切れちゃうね。何入れ？これあげるさ、一個ちょうだい。4分30秒でいいの。季節によって解凍する時間が異なります。お味はいかが？うんうんうん。今甘いもの食べたかった？かのさん。味甘さ飛ぶんじゃない？どう？アイさん的にはあり？うん、まあ、カロリーもほとんどないやろしね。冷たい冷たい冷たい。熱いって言ったら怖いと思う。どんだけマヨネーズかけとんの？いいね、トロトロの。ねえ、やばいよ、もうこれで。お味は？美味しいです。ねえ、ママ、たこ焼き取ってたこ。たこ焼きのたこ取ったら何焼きになるんやの？焼きよ。はい。美味しいたこ、たこ焼き。たこがないやつ。あなたたち、お金、度外視関係なしだったら欲しいものは何？20個入ってた、あの、ハッシュドポテト。確かにね、20個は多かった。あと何が食べたかった？あと、あの棒のチョコのやつ。あ、トッポが食べたかった。あの大きいバージョン。ね、あやさんは？ベルギーワッフルとクッキー。